モンパカパン動画投稿キャンペーン月間発表月間発表ですよ。というわけで、はい、審査員のナウモンパカパンピロです。はい、同じく審査員のシロです。よろしくお願いします。というわけで、はい、ゴーストね8周年を祝う、はい、モンパカパン動画投稿キャンペーン、うん、皆さん今回たくさんのご応募本当にありがとうございました。いやすごい、めちゃくちゃあったよ。もう今回まあ僕らがね、うん、ちょっとどういうポイントで選んだかっていうのを、ね、まあ、それぞれちょっとね、うん、言っていこうかと思うんですけど、僕はねやっぱりちょっと攻略っていうよりかはエンタメによったものでちょっと今回選ばせていただきました。あ、まあ、そうですね、ピロさんといえばやっぱそういうところを見てほしいっていうのはみんな思ってるんで、うん、そこはいいですね。逆に僕は、はい、そう攻略とかね、はいはいはい、そういう要素を見がちじゃないですか。うん、見がちじゃないですか。どちらかというとこの、うん、モンパカパンの動画投稿キャンペーンに向けて、はい、わざわざなんかすげえ頑張ってくれたんだみたいな。あー、いいね、結構あるじゃん。あるあるある。この工数かけたのみたいな、分かる、そういうのが伝わってくるようなところを結構重点的に見たって感じですね。はい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 。それでは審査員を代表して私たちが見事優秀賞に選ばれた8本の動画を発表していきたいなと思います。いきましょう。早速1本目。1本目、前代未聞、アビリティを一つも持ってないキャラでイザナミを攻略してみた。ユニコーン、ケイトス、チン、最初からね、ルベロス、なんでお前たちはアビリティを持っていないんだ。キャラを使おうって発想がすごいです。なんないなんない、なんないんだよ、ほんと。この負けの映像もしっかり入れるのがいいですよね。いいね、これいいね。勝ってんぽいじゃん。これだけどさ、ここすごいですよね。ゲージ飛ばしてるんですよね。いや、そうだよね。だってよく見たらこれだって。ボス2だもんな。そうそうそう、飛ばしてるんですよ。ちょっと待って。で、これよね。見どころ。チン、決めて。よくねえ。それよね。ジン、お前、みんな、これジンの演説、この出ると思わんくない？やばいし。続いて、2本目。これでも勝ってくらい強力な電撃 SS には止まらない追い打ちが決まっていて。これはやっぱね、電撃 SS の良さが出てますよ。うん、これ気づかされた。そう、気づかされましたよね。あ、こんだけやれるんだっていうのね、うん、しかも、こんだけでかいんだって。そう、でかいんだってあるよね。ラグナルクのレザーマリよりでかいからね。で、ここからよ、友情が消えるんですよね。これ消えて、ここからなんでパンドラが出てんの、終わってんのに、うん、まだ続いてるもんですよ。出た。続くわ。長い長い、本当にこれ本当に持続がすごいですね。本当に止まる前に出てるから使いたくなるね、これね。3本目、はい、これはね、めちゃめちゃ体張ってたね。体張ってる。自分が回れば確定来るんじゃないかと信じた8周年人気投票ガチャ。いや、これね、好きだった、うん、本当に。やっぱりね、なんか体だったら出るかなって感じするの分かるもん。もうすごい、すごい、待って、こっからすごいよね。すごいね、このままこれいくのすごいね。そう、普通に一回ね、なんかちゃんとした姿勢に戻るんじゃなくて、時間の尺やばいんじゃない。どっちかって言ったら、回ってなんか逆立ちしちゃうの、逆立ちしちゃうのが長いっていうね。時計が危ない、時計が危ない。そんな確定来なかったし、めっちゃ体張ってるから出てあげてほしい。うん、ね、頼む、ちょっと確定枠大事なんで、これそれ確定枠大事なんで、よく続いてる。ここ出ない出してあげてよ。それではいきましょう、4本目。これはよくやったと思う。気になってる人多分ね、多いと思います。なるほどね。謎の36ターン SS を使ってみたら驚愕した。うん、これ面白いですね。これもね、はい、謎 SS なんだよな、本当に。本当この通りだよね。ターン36って今ないよ。ない。でもね、ちゃんと即必殺つけてる。そう。ちゃんとね、ちょっと不安になったんだろうね。で、溜まるかなって。じゃあしかもウルエルちゃんと打って、うん、自分でちゃんと弱らせてんのいいよね。いや、それヒットポイント計算もできてるね。しかもガッチャンコが来るのもちゃんとね、うん、計算されてますから。で、もう調整されてる位置からのゲルスキル。いや、やばいよ。こっからね、これは選ばれる。うん、逃げ打ち飛ばしよ。ありえない。逃げ打ち飛ばし。次5本目。あの日、僕のガチャはブレイクした。これはね、もう見てもらった方が早い、うん、これはね、全くこのね、はい、制作者さんと同じ反応してる。同じ反応した。マジで。あの、やりすぎると喜びより困惑が来るのが、なんかわかるよね。はいはいはい。ここだからもう目的を達成しちゃう。そうそう、うん、これだけでも十分、めちゃくちゃ嬉しいの。2体までなら分かる。分かる分かる分かる。これなら3も分かる。3も分かる、まだ3も分かる。4体はね、こっから分かんない。こっからね、もうね、疑う、ね、うん、こっから分かんない、不正を疑って5代目はない。ほんと、うわぁ、うかなんだったよ、不足しも。でもこれ、言えば理論上40連したら運極になりますから、ね、確かに、待って、いや、間違いない。確かに、運極ペースよ、ガチで、運極ペースよ、やばいって、これ考えちゃうよね、うん、はい、
これはね、うん、悲しくなります。悲しい気持ちになる。誰もが一回はねやるんじゃないかなっていう、ね、ものになってますので、うん、6本目いきましょう、はい。七福神パーティーで神殿やったらとんでもないことが起こった。七福神パーティーすごいな。あんま見ないですよ。見ない見ない、うん、大根みたいな。なんか2人ちゃんとカウントするものもあるんですよ。それなんかね、いいよ5人だ。いやそれそれ。でもね、服がありそうです。ありそうありそう。確かにこれマジで縁起良さそう。ここからですよね、はい。まあ、七福神で効果があるのかっていうね、うん、動画。いやそれそれ気になる。ナキリザナキリザこれすごいよね。これはもうガチですごいと思うんだけどね。七福神の効果ありますね。いやこれね気づかない時ある。あるね。慎重お察しします。7本目いくんですけど、これはね、本当に羨ましかったよ、マジで。超絶神回、お好みルーレットでオーブ500個当たったんだが。来た、ルーレット。ルーレットね、見慣れてますよ。見慣れたよ、これはもう。見慣れたよ、これ。ね、僕らは散々な結果でしたけれども。いや、それ。ドキドキオーブとかもう都市伝説だもん。都市伝説、うん。いや、でもこうなったらドキドキするよね、こっから。え、まさかみたいな。うん、まさか。どこで止まる。たまるね。500 500ですよ。これすげーな。あんな食べるんだね、うん、何回見てもすごい、ね、いやすごい。これはね、うん、ほんとすごい。マジほんとすごい。これできない。マジ、はい、これはぜひ見てほしい。8本目です。お近畿26国多属性艦隊クリア、はい、これはね見て分かる通りとんでもないっす。おかしい、うん、特性が、皆さんご存知近畿の国なんですけれども、うん、まあね水属性で言ってください。本来はね、だんだん水属性言っても難しいのに、水属性でも難しいですここは。そもそも、うん、で霧も来るからねこれ、うん、だから火属性で同キャラっていうね、もうね縛りオブ縛りですね、うん、とにかくあっぱれだった、うん、これね選ばなかったらね審査員が怒られちゃうね。いや確かに、うん、だって審査員できねえもん。審査員ができねえ、まあもうモンパカパーンって感じの動画だった。もうこれはザ・技術部門。いやそうだね、文句なしっていう、文句なし文句なし間違いない。もう最初に見た時からねこれフルで見たい。いや確かに、うん、ってなったもん、うん、宝珠でどうやって来たのっていう、どうやったのっていうね。おー削り切る優勝、これ優勝です。優勝積み重ねる努力があるよこれ。厳選から打ち方だったりとか技術も必要だろうし、うん、もう電池の減りがそれを示してる、うん、時間帯もな間違いない。間違いない。以上が優秀賞に選ばれた8本の動画でした。いやー皆さん本当におめでとうございます。見応えありました。めちゃめちゃ見応え、どんどんザ、うん、モンパカパーンの間違いでした。モンパカパーン間違いない、うん、本当に最高の動画がありがとうございます、うん。やっぱりね、ほ、うんと YouTube ショート自体がマジでスマホゲームと相性めっちゃいいっていうのを改めて思ったね。めっちゃいいっすね、うん、ゲームの中でもやっぱスマホゲームってね、うん、簡単に自分で撮れるし、うんうん、でやっぱ短いからさ、ポン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 いろんなの見れてっちゃうしね、うん、やっぱ縦と動画でこうやってね、スワイプしてどんどん次の次の見れるから、うん、やっぱりね、めっちゃ選びやすかったね、うん、今回ね、数めちゃくちゃ来てたから、うん、正直、うん、見やすすぎて、うん、それゆえに難しかったっ、ね、いやそれそれ、だからそうそうそう、ね、もう見すぎちゃって、うん、逆にね、うん、はい、なんで皆さん、まあ、これからもね、うん、YouTube ショートの方にゲーム動画の投稿よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、結構簡単に投稿できますし、うん、僕らもね、うん、空いてる時間とかに結構見るんですよね。いや見る見る、うん、なんでね、僕らの目にも届くと思いますので、うん、ぜひね、投稿してみてほしいですね。お願いします。はい、楽しみにしてますんで、はい、というわけで今回ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。モンパカパーン。